いやあ、せつなきゅうすけだよ。前回のパートから続きで撮っていくんで、このなんとよ、胸スタートで始めますけど、ゆりさんと二人きりだって、なんか相談持ちかけられたところですが、さあ、どんな感じなんだろう。信じてもらえないかもしれないけど、私の部屋にね、幽霊が出るの。幽霊？いきなり事件の匂いがします。私には、双子のお姉ちゃんがいて、一緒に暮らしてたの。だけど、ある日、自殺してしまったの。自殺。そう、電車に飛び込んでしまったの。電車にですか。それからよ、部屋にお姉ちゃんの霊が現れるようになったのは、朝起きると、壁に大量の血がこびりついてるの。壁に大量の血が。お姉ちゃんが夢に出てくると必ず。どうしてこんなことになってしまったのかわからなくて。そうだったんですね、ゆりさん。私、頼れる人もいないし、誰かそばにいてほしいの。何このシクシクの言い方。演技っぽいな、なんか。てるくん、もし霊が見えるなら一緒にうちに来てもらえない？ゆりさん。様子伺ってきている どう、ちょっと様子伺ってきてるね、この目の開き方。チラッて感じに見てるね。ふう。キラ先輩、お客さんなんですけど、部屋に霊が出るみたいなので、ついて行っていいですか？テル、お前。まさかお前に気を使われるとはな。はい？いいぜ、男になってきな。は？はい、何を思ったんだ、先輩は。気を使われるって？俺にもあんな青いじりがあったな。お前いくつやねん。ちょ、お前。キラ、お前、なんでテルにアフター譲ってんの？龍河さん。龍 河さん、やけにめっちゃ焦った顔してる。くらいは高いけど、いざピンチになった一人じゃ何もできない系の人だったからね。龍 河さん、見てください。このテルのやつ、男になろうとしてますよ。そういう問題じゃねえよ。下に譲るのはありえねえし、そもそも未成人が蓋をダメだろ。あいつを見ていて思うんすよね。俺にもあんな時代があったなって。早く止めてこい。龍河さん、テルを男にしてやってください。どうに決まってんだろう。何この茶番は。アフター行ってきます。テル、アフターはダメだっつうの。龍河さん、大丈夫です。いや、一番ダメなのはあんただからな。 後輩でさらに未成年の人間にアフター行かせるお前だからな、俺がついていきます。っていうか、お前が行けよ。いいですか、龍河さん。くぅ、そんな言ってるのこと、わかりました。行ってきます。大丈夫か、あいつら。めっちゃ焦り顔だったな。 てか、キラ先輩さ、やんちゃというかさ、無鉄砲というかさ、 あんまり上司をちょっとヒヤヒヤさせるタイプの人なんやな。 お兄ちゃん、まだ仕事終わらないのかな？俺はアフターっていう仕事がないから、帰りが遅くなることはないけど、ルナは先に寝ていてくれ。
わかったよ、お兄ちゃん。帰りが早いって言うから迎えに来ちゃった。そのさ、見つかったらワーワー騒がれるからサングラスかけてますみたいな芸能人ぶりはちょっとやらんでいいからね、ルナちゃん。お兄ちゃん、驚くかな。あ、誰か出てきた。あ、そうか、そういうことになるのか。それじゃあ、ゆりさん、行こっか。はい。目がカイジの黒服みたいな感じになってるやん、もう。見ちゃいけないものを見てしまいましたね、あははは。どういうことなの？お、もしもし、お兄ちゃん。もしもし、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 やばい。昔のデジモンの映画の絵、こんなもちもち言いまくいよ、デジモンおったな、なんか電話で。出ない。その後にこの顔出されたらさ、やばい、なんか店の表に変な女の子いるぞみたいな感じの顔になってるやん。なんでこのタイミングで、面白いタイミングで出てくるかね、リュウガーさん。ああ、もうこれ、ちょっと年の差カップルみたいになっとる。この辺のシステムは、前の回、第2話と一緒かな。赤い糸電話まだ持っとんか。はあはあはあ。で、あと懐中電灯がデフォルトで、名刺もある。仕事の時だけで使う会の名前、源氏名だって本名を使ってるからな、バリバリ。通常、本名とは違う呼び名をつけるはずなのだが、ドリームではなぜか本名をもじった名前をつけている。もじるどころか漢字にしただけだろうが。で、あとこれ、シフトキーで電気消して驚かせることもできたな、これ。シフトキーってなかったっけ？あれ？どうしたの？あ、エロい！エロい、この女の人。でも反応はエロいよ、もう。キャバクラ行ってるだろう。なーに？ああ、キャバクラの人だ、これ。確か設定じゃ OL の人って見たけどさ、絶対キャバクラだろお前。何してるの？男を誘う気満々だお前。テレ君を誘う気満々だよ。そのライトはいつも持ってるの？そうだよ、都会とはいえ夜は危ないからね。ふーん、いつも準備してるんだ。喋り方がエロい。ああ、この姿は、このシルエットは。この小顔もさ、懐かしいよな。これ、あれだ。次の日のさ、だいぶ初期のやつに使われよったやつよな。スルーされてるやん。普通、この角度だったら気づくはずなのにスルーされてるやん。どうした？先回りしてるやん。ルナちゃん、どれか先回りしてるやん。ここ幽霊とか音量とか出てきてヒーってなるところなのにさ、この登場の仕方はずるいわ、お前。この一見普通はホラー演出のにさ、これをギャグに用いてくるのがこの色欲の作者さんのすごいところよな。どうしたの？え、いや、誰かに尾行されてるような気がして。気のせいじゃない？いや、
この町では失踪事件が起こっているらしいんだ。失踪事件？ああ、今日聞いた話だけど、何人ものホストたちが失踪しているらしい。ユリさん、夜道は注意していこう。テル君、ありがとう。変質者が出たら私を守ってね。わあ、これがさ、前の回の第2話のさ、鈴木とかそういう微妙ブサイクだったら守らずにすぐにタタタって逃げるけどさ、この人はまあまあ美人やもんな。守っちゃうな。ユリさん、わかった。今度こそ必ず守るよ。お願いね、テール君。ああ、約束だ。着いたよ。おお、高級そうやな。へえ、すごいマンションだね。防犯設備もしっかりしてそうじゃん。え、違う違う、こっちだよ。え？こっちだよ。え、いや、ここがユリさんの家？本当に？うん。暗くて汚いとこだけど、ごめんね。そう、か。どうした？ホストクラブで遊ぶにはお金が必要だもんな。こういうところで出費を抑えて、努力をしていたんだ。俺たちのために。あ、そういうことか。だがこういう安そうなマンションに。ユリさん、こっちこそごめん。俺たちのために。早く行こう。うん、早く行こう。こういうホストに通う女の人にもちょうどいう裏があるんだね。知らんがな。なんかユリさんの顔がちょっと悲しそうな感じなんだけど。さあ、ここからですよ、ちゃんと。ホラーなんは。なんか一級道筋にさ、妹が逆を敷いてきてるからな。こっからだよ、ホラーなのは。ここだよ。ここがユリさんの部屋。お姉ちゃんの霊は静まった頃に出てくるから。それまではゆっくりくつろいでね。それ一緒に寝ようってことじゃないの。それ一緒に寝ようってことじゃないの。ちょっと。はい。お邪魔しまーす。ストーカーを撲滅の裏側にストーカーがいるんだけど、どうしようもないよな、この世界。いや、この効果音やって、この効果音やってさ、なんかやばいものを見た時だけど、いや、やばいけど、確かにやばいけど、なんかやばいのニュアンスが俺と思っとったやつと違う。引き寄のテーマと違う。お兄ちゃん、あの女の人と、あの汚い建物に入っていった。俺はアフターという仕事がないから帰りが遅くなることがないけど、けど、ルナは先寝ていてくれ。分かったよ、お兄ちゃん。ちゃー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 、お兄ちゃん、私を先に眠らせて、あの女の人の家に行くつもりだったんだ。家政婦は見た。悔しい。お兄ちゃんに騙されるなんて。あ？いいぞ、テル。あんた、そうか、ついてきとったでもんな。え、ここで二人が合流することになるとは、ちょっと異色のコンビですね。男になってこい。うん。そういう反応になるわな。何とも二人でいる、あ、
がちょっと不思議な感じの二人やもんな。ストーカーであるやん。もうバリバリストーカーであるやん。古い部屋で踊りたでしょ。いえ、血の染みはこっちよ。これはどう、壁に血の染みがあるでしょ。何か人の手形のようなものが見えるけど、あるよね。なんか複数、誰かが苦しんで尽きたように見えない。気味が悪くて。女性の手にしては少し大きい気がするな。え、男性なん？本当にこの部屋に現れるのはお姉さんの霊なんですか？そもそもお姉さんってなんで自殺したんだって話だもんな。なんでその体勢になるのかね、君。そうなの、お姉さんの霊が部屋に現れるのよ。お姉さんは夢に出てくるんじゃないんですか？え？あ、酔った。確かホストクラブではそう言ってましたけど。そうなのよ、夢に出てくるのよ。訂正した。さらっと訂正した。怪しい、何か隠してる。お姉さんは夢に出てくるんですね。もし霊が空間を作っているのなら、それは霊の見る夢と呼ばれています。この手形がどういう関係があるのかわからないけど、夢の中に入ってお姉さんとコンタクトを取らないと真相はわからないかもしれない。なんだかすごいね。いや、あんたのバレバレな、ちょっと演技してる風な泣き方も、まあある意味すごいけどね。本物の霊能力者みたい。俺の家系は霊の見る夢に入ることができるんです。お姉さんの霊と直接コンタクトが取れればきっと真相はわかります。妹のルナを呼んできます。もし俺が夢の中に入ってもルナの能力で外へ出てくることができるんです。ダメ、呼びに行かないで。どうしたの、ちょっと誘いをかけているのか。え、やっと二人きりになれたのに。例のことは今はいいよ。やめて、その目線にするの。それより二人きりになれたんだからね、出る。え、何この感じ。例は今はいいよってよくないだろう。でも、うわー、なんか若、20代後半ぐらいかなと思ったけど、それより若いような顔を出してる。やめて、誘惑してる。その胸の目線にさせるのやめて。なるほど、そうか、これが未成年は禁止されているアフターってやつか。そりゃ禁止だわ、これ。未成年がやっちゃダメだやつだ。わー、何か甘い匂いがする。この匂いはやばい、大人の匂いってこんな感じなのかな。大人のお姉さんの匂いって。え、睡眠薬。本当に誘惑しとった感じなんじゃ。え、どういうことよ。何の音だ。なんか雰囲気。ゆりさん、何か料理してる。いやいや、周り体の一部、体の部分が、ね、なんかいろいろ踊ってる。テル君。はい、テルです。起きたの、ゆりさん。ごめん、寝ちゃったみたいだ。そのままずっと寝てればよかったのに。ゆりさん、料理してるんですか。手伝うよ。
料理、料理じゃないよね、絶対。どっちかって言って科学実験だよね、実体実験だよね。してないよ。え、だって今包丁を使っていたでしょ。わー、え、薬はまだ効いてる？テル君。薬？わー、お前を眠らせた薬だよ。ゆりさん、あの甘い匂いはやっぱり、死ねー。